はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はストレイキャットドアーズ3やっていきたいと思います。さて、この動画で初めましての方もいらっしゃるかもしれませんが、ゲーム実況などをしております、シャメと申します。たまに実写動画も1年に1、2本だけ出します。じゃあスタート。オープニングだ。お母さんとお父さんかな？さっきの二人は。お、ドッキリマーク。あ、ちなみに、ストレイキャットドアーズ1と2の方も、過去の再生リストありますので、よかったらって感じですね。ステージ0を始めるか。うわー、かわゆい。もう、猫の後ろ頭。移動1。画面上を指でスライドすると、指に向かってキャラクターがついてくるよ。おー、まあ、この辺はタップでも移動できます。あ、ここだよってやっても移動できる。アイコンについて。アイコンが出たらタップしてみよう。はい。あ、このように。邪魔にならないところまで運んでみよう。下ろすときはこのアイコンが出ている場所でアイコンをタップします。どこだ？花瓶？ここではない。何？あれ？ここ通れないの？あ、通れないんだ。え？どこに置く？ちょっと待って。ここに置く、あ、ん？範囲狭っ。ここ。で？持つ。スイッチの場所まで運んでみよう。あ、この重量をかけてドアが開くタイプか。合ってる？うわぁ、自分ちもこうしたい。アホかっていうね。あ、今回もかけらを集めていくタイプかな？はい。拡大画面内では、画面内タップをすることで様々な変化を起こせます。また、画面内にアイテムを使うこともできます。アイテムウィンドウ。拡大画面にアイテムを使う場合は、使いたいアイテムが、アイテムウィンドウの一番左側にある状態で、拡大画面をタップしましょう。ほいほい。アイテムウィンドウ。アイテムウィンドウに入っているアイテムは、スイングかタップで動かせます。はい。拡大画面。この状態で拡大画面の怪しい場所をタップします。なんか形が合ってないように一瞬見えたけど、そうでもなかったか。ヒント。拡大画面を閉じたいときは、ウィンドウの外側をタップしてください。あ、このね。残りのピースを集めて、脱出しよう。はい。なんか光ってる。あ、はい。シンプル。あとは？この中は特にもう何もないかな。もうはめとくか。ここ。あと2枚かな。こっちもいける。はい。ゲット。猫コインみたいなやつ。待って、こんなお金あったら集めちゃうよ。猫のお金あったら集めるよ。ゲームセンターのメダルとかもこんなんだったらもう そこに通っちゃうかもしれない。マップで現在地を確認できます。あ、これね。
戻るときはもう一度マップアイコンをタップします。あ、右下のやつだね。はいはいはい。今、0の4にいる。ヒント、正解の配置にしたら、拡大画面右下の OK ボタンをタップしよう。リセットボタンがある場合は、タップすると最初の状態に戻せます。あ、でもこれはわかりやすいね。星がついてるから。で、これ三角のマークある。で、四角。OK。あ、なるほど。勘ではなかなかできないよってことだね。まだ足りないかな？ここはいけないんだね。あれ？むむむ？届きませんということで、ほうきを使います。お、アイテムウィンドウでほうきを選択した状態でアイコンをタップしてみましょう。あ、ここに引っかかってたんだ。よし、これで全部集まったかな。いきます。部屋もちょっとゆっくり見たいけど。どの部屋も可愛いっていうね。ここはウォークインクローゼットみたいな感じかな。これで、チュートリアルの、あ、なんかステンドグラスみたいになるんだ。というわけで出ます。なんか過去のこと思い出してる。手に入れたメダルを使ってみよう。メダルはここか。はい。なんだいこれは。ラインナップ。あ、服とか選べる。メダルを使いますか。まあ、せっかくなんで。ん？おお、かわいい。ホーム画面のドールハウスで確認できます。なるほど。で、動画を見ると、急プレイできると。これ復活するのかな？さっきの家が、餌を使ってみよう。餌はワールドマップやガチャで手に入ります。餌の種類と組み合わせに応じたキャラがホームにやってきます。使いたい餌をタップします。今回は赤い餌を使いましょう。はい。おお、赤い猫さんが来る。なるほど。これ、信頼、好感度？好感度をマックスにすると何かあるのでは。スタンプの数に応じて、プレゼントがもらえます。スタンプカードは餌皿をタップすると確認できます。ほーん。他のものも、これがドールハウスかな。人形をタッチするとムービーやイラストが見れます。これか。あ、これがさっきのオープニングとかあの辺のムービーが。見えるやつかな。これも、そうかな。オープニングあたりのやつだね、多分。時計は？クリア済みのステージを再プレイできます。開けていない宝箱は未開放で残っています。
外はどうやって出るんだっけ。すいません、外の出方が、外への出方が、あ、女の子をタップするんだね。え、これ右と左どっち行く？見た感じどっちかなんだけど。まず左のこのとこ行ってみる？猫を守って芽生える友情。あ、魚を、のお菓子、おやつをゲット。ホームガメの餌代に使ってみよう。この、こちらの方がステージ1か。あ、じゃあステージ1やったら今日は終わっとこうか。ハンバーガーショップ かな？あ、何バーガーにするか迷っている。夜になった。たくさんのドアから黒猫さんが選んだの。一緒に脱出しよう。これも1、2、3、4枚パネルがありますんで、探してこようか。ハンバーガー、ハンバーガー、ハンバーガー。はい。食材がない。なので4種類の食材を探してきてほしいみたいな感じ。この辺のパネルは何だろうね。この人たちには話しかけられる。あ、ハンバーガーくださいっていうね。あ、猫型のベルをもらいました。猫が仲間になったよ。鈴を使ってみよう。あ、4種類くださいと。この宝箱は？あ、このハンバーガーショップの方をなんとかしないとダメ。鈴を使うと猫が食べてくれたのかな？らしい。何があったんですか？あ、みんな入りたい。そっちはどうやって行けないのか。行けないんだね。ああ、理解。こっちも行ける。食べてくれ。ちょっと待って、まずこの上はどうなってる？あ、通れないんだ。この子は話ができそう。まあ、ここですかね。ちょっと待ってよ。ちょっと場所。こう、あ、ちょっと待って。こんな感じで？奥。
ずれてるな。ちょっと待ってよ。もうちょい。なんか、こう合ってる。なんかぴったり置けないんだけど。ここ？合ってんのかな？合ってんのかな？多分通れない。これは通れないっぽいね。わかったよ。いかん、ステージ1にして結構難しいぞ。待って、この5桁の5桁じゃない7桁のこれ何？下はいけないね。ステージ1ってさ、なんか感覚的にはまあまあチュートリアだと思うんだけど、そういう感じね。え？でも緑だし、ここ。関係ないのかな？あ、重量測れそう。待って、青いっていうか緑のこれなんだろうね、トマトが2って言ってたっけ、2で一回戻すか、戻していいのかこれ、ちょっと一回下に置かしてもらうか。でこの子が赤が3、赤が3、でも3ついてるからこの下の点これ見るとこうじゃない？でこの子は黄色4、一回動かしてもらうか。で、最後のオレンジが今度は柿っぽく見えるな。1。ってことはここに乗せるでいい？あ、そっちじゃないよ。そっちじゃないよ。ここだよ。ここだよ。で、黄色が4乗せる。で、緑が5だ。あ、そこが開く。かけらゲット。
で、隣の1個でいいのかな？もうこの子たちは触れないね。あ、食材をゲットしたことになってるの今。一回戻るか。一回戻り、吹き出しにもアイテムが使える場合があるよ。ということで、これを渡す。オッケーオッケー。あ、これで順番にね、置いていこう。この辺の食材は取れないのかい？取れないのか。でもとりあえずアイテム欄がいっぱいになるとちょっとあれだから、ここかな。じゃあ戻りまして、いかん、チュートリアルとステージ1ぐらいいけるじゃろうと思ったけど結構かかりそう。これはね、あのこの動画を見る一番楽しめるポイントというか、あれは。あ、困ってる。あ、どかしてくれてる。そう、一番楽しめるポイントはですね、ちょっとこちらの動画インストールしていただいて、あ、こちらの動画じゃない。こちらのね、アプリ、インストールしていただいて。でですね、もしよろしければ、ちょっとインストールしていただいたら、プレイして、3D 合戦などをね、これ、してみるのも面白いかなと。特になんもないけど、これなんだい？ヘルプ。左下まで行きたいってことかな。方向は回せない。ダメ？そういうことじゃないのかな。でもこれで階段はできてると思う。違うのかい？どういうことなんだ？階段を作るんじゃない。どういうことなんだ？階段。必要なのは階段ではない。そういうことじゃない。ん？なんか求めているものはなんだ。あ、完全にこの形にせえってことかな。で、これ回転させれないんだよね。
回転はさせられない。これがハマるのってここかここしかないよね。いや、回転できないなら難しくない？え？方向固定だよね。こうか。はい。ああ、悩んだ。ひょっとして回転できるかもっていう、そういうのが良くない。これ2番目の子何？黄色の丸に×で3で緑の丸で4は×どういうこっちゃ。どういうことだ？三。違うのかな？緑色を求めてるので、この子に渡そう。この子はなんか、この子もなんか、3を求めてるので、渡そう、3。で、この子はちょっと、1、2、3、4。待ってよ。多分、条件に合うのを置けってことで、左から2番目の子は黄色が×だったから、4ブロックをこの子に渡す。黄色の。で、一番右の子は4は拒否しているので、4以外のもので残ってるのはこれしかない。よし。ということな。なんかこのちっちゃい子に、こんな重いもの持たせてと思ったけど、大丈夫だ。やった！やった！開ける。なんだろう。かけら。よし。で、今度はこれもいける？あ、階段ができる。いいね、スチームパンクっぽい。お先に。で、この倒れている子、気になる。どうしましたか？どうしましたか？わかんない。ちょっとマップ見てみていい？こんだけある。9まである。これ、ステージ1。ああ、どうかここ見てメダル増やそう。じゃあちょっと行ってきますかね。よし、ゲット、猫コイン。
かわいい。で、ここが1の9。すごい。ちょっと今回はあれだね。不思議の国のアリス感がある。この看板なんだい？話しかけれない。奥にも行けない。キャベツともう一個。話しかけれないな。しゃあないな。3に戻ってきた。あ、こっちに来れるんだ。ん？ 2 匹、なんかしてほしい。ボタンがないのかな？ぽいな。せっかくここまで来たけど、なんか今のところできることがなさそうだ。多分、これを動かすと、なんか多分、ボタンがいるんだよね。で、この2匹を連れてこいでいいのかな？呼んでたよ。あ、ボタンがある。これか。ボタンはめに行ってみる。合ってんのかな。もう一匹どこだっけ。うん。これをはめる。まだダメ。これなんか、あ、待って、あそこにある足跡。緑、赤、ん？緑、赤、緑、赤。最後は緑、赤、緑、赤、緑、3。よしよしよし、あれを見てって感じだね。開きました。あ、みんなが、食材がみんな入ってくれる。シチュー食べたい。シチュー食べたい。バカ。かけら。うん。でもせっかくだからはめてこようか。食材はね、まだないんだ。はめてこよう。よいしょっと。ここと、ここ。あと1個だね。さっき開いた。さっき開いた。食材。これめちゃめちゃ先の行き先タップすると、ちゃんと反応してくれる。看板見るか。赤い箱は赤いバラみたいになり、どっかが開閉する。緑は緑のバラみたいになり、キャベツになる。あ、はい。
ちょっと待ってね。どういうことだ。これは関係ない。色はどうやって変える？分からんけど、赤いとこに赤いものを入れてみようか。もうない。いや、問題は緑のものが何もないんだけど、一体どういうことだと思う？赤いものを赤いところに、赤いものを赤いところに。これはどうすんだ。なんか引っかかってる。こっちのさ、これは関係ない。なんか染めるとか、色を。他のエリアまで持ってくってことはさすがにないよね。色が変わったぞ。色が変わったぞ。え？待ってね。ってことは、待って、黄色と赤とイエローで、あれ何色だっけ？まず、ちょっと一回、あ、起きたい。待てよ、赤と緑で、と赤になる。ちょっと待てよ、一回、周りも染まるのか、これ。そこに、火を入れて、で、全部赤になる？あ、そういう感じね。開きました。で、起こす。食べてもらうのか、この、いつもこのワタワタってなってる。で、最後にこれを持って、多分どこでもいいのではめると、
緑色にならない。あれ？なんかないか。あ、緑色のブロックあった。これではめる、緑になる。出てくる。なるほど、予想はしなかった、それは。キャベツゲット。そしたら、ここはもう大丈夫かな。で、スタッフさんが集まったので、なんかくれますか？あ、食材ゲット。問題は一番右側のステージだっけ？ここはもう開けたっけ？とりあえず集まった食材を渡す。渡す。あとチーズだけなんだけど。一回。あ、こっちじゃない。こっちじゃなかったです。どこだっけ？チーズ。こっち、あ、ワープはできないんだ。ワープはできないようです。これ外からはいけない。ここ。時間、わー うわー。問題はここなのですよ。何かヒントがあった。あ、なんか挟むものとか決める感じ？ハンバーグ。ハンバーガーだよね。え、これ難しくない？なんかどっかにヒントあったっけ？こっちにはなさそうだよね。これでもここの宝箱だけの空間だと思うから。え？いかん、難しい。受け取ってなかったのか。そっか、お礼くれてたんだね。差し出してくれてたのに、お礼を完全に無視して、我は。これなんだっけ？これで4点揃ったよ。続きがある。あ、ハンバーガーセットね。パテ、肉、トマト、サラダ、チーズ、ハンバーガー。ちょっと待って、忘れそう。肉が2回か。肉でトマトでレタスでチーズで肉。あとはパンツかな。今度こそ。ここじゃーい。パンズで、肉、トマト、レタス、チーズ、肉、あ、行き過ぎた。パンズ、OK。ちゃんと覚えれてたわ。
で、はい。開く。こっち。広告行ってくるか。よし。これでもこれだけのく、いや、そんなことない。リンゴ。あとは何もないかな。行きますか。で、他何がいるっけ。これはもう、はい、お、仕上がったハンバーガー。最後の一人はどうです。 OK、 やった、満点です。というわけでね、開けます。はい、じゃあもう行っていいのかな。他に特に何もなかったよね。はめる。やったー、ハンバーガーのステンドグラスちょっとかわいいね。ハンバーガーショップの入り口とかにあったらめちゃくちゃかわいいと。じゃあ出ますか。あ、ちょっとこの女の子は白雪姫みたいな髪型だね。お、というわけで戻ってまいりました。というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。